生年月日を。はい、1975年、はい、7月。お酒好きですか？いや、あんまり飲まないですね。はい、うん、手を震えてくる。でもこの手の震えてくるの原因がいろいろあるんですけど、はい、うん、でもお酒が先に出る。じゃあ後で誰かがついてきたのか見てみますね。はい、先はお酒で、今度はちょっと吐き気と胃の調子が悪い。両親生きてますか？父はまだ生きてるんですけど、うん、母が、うん、今年の3月に亡くなりました、うん、で、じゃあお母さんがそういう病気じゃないですか？お腹の方、癌とか薬をたくさん飲んでないですか？飲んでましたね、はい、うん、病気で病気、一応高血圧もともと持ってて、うん、でそれはもうずっと30代の時から、うん、薬を飲んでて、うん、じゃあこれは、じゃあ分かりました。原因が分かりました。薬って言った理由もそういう経験があるかどうか分かんないですけど、薬を飲んでちょっと喉に引っかかる、そこからなんか変な薬の味がするじゃないですか、はい、今まさしくそういう感じなんです、はい、だから、その病気で亡くなった方、うん、いるとまず聞きました。それと薬に酔ってるんですか？これはお酒に酔ってるんですか？酔いもするんですけど、ずっと酔い、うん、ちょっとくるくる回るっていうか、あ、薬の飲みすぎっていう言葉が出るんですよ。あ、亡くなった方だと思うんですね、うんうんうん、薬飲みすぎると、風邪薬とか、うん、量、その療法っていうんですか、量が決まってるんじゃないですか、はい、でもそれを一つじゃなくてもう5個、10個一気に飲むと、うん、その幻聴、幻想が見える、うん、そういう状況なんですよ今、クラクラする、うんうん、あ、母は5年前ぐらいからちょっと認知症になってて、うん、で、もともとその高血圧の薬、ちょっと待ってください、はい、施設で亡くなりました？亡くなったのは病院です、ね、病院ですか、はい、で、あ、じゃああれですよ、ちょっとした医療ミスがあると思うんですよ。え、そうなんですか、うん、あ、でも病院に入って1ヶ月も経たないうちに亡くなって、うん、だからなんか容量を間違えたと思うんですよ。それと、まあこれは病院のせいってもせいとも言えないのが、やっぱりいくら、じゃあ40代の人はこれぐらい、50代の人はこれぐらい決まってるその量があっても、一人によっては少しでもそれがオーバーする人いるんじゃないですか、そういうケースだと思うんですよ、お母さんが。だから最初からずっと出る言葉が薬とか言ったじゃないですか、うんうん、で、めまいもする、フラフラするっていうのが多分容量を間違えた、それを簡単に言うからちょっと医療ミスっていう言葉を使ったんですけど、うんうん、それで亡くなったと思うんですよ、うん、で、これが先に出る理由はついてるからなんですよ、私に、うん、母が、うん、一緒についてきた、うんうん、だから多分それが一番最初出たと思うんですね、うん、ついてきた理由は後でまた言いますね、はい、申し訳なくてついてきてるのか、うん、そうですね、申し訳ないからですね。生前言えばよかったのに、なんで亡くなってから言うんでしょうね。母ですか、うん、もともとそんなに仲良くなくって、うん、あ、すいません、いいえ、だから今僕が言ったんじゃないか、今に対して言ったんじゃなくて、の後ろについてるお母さんに言った言葉なんですよ、うん、生前にごめんね、まあ悪かった、
優しくすればよかったのに、なんで今さら亡くなって、うん、まあ確かに僕っていう媒体を通して言いたい気持ちはわかる、うんうん、でももうまあそうですね、お母さんも後悔してますね。だからこういうふうに分かってくれる人間もいる、伝えてくれる人間もいるから多分今日ついてきたと思うんですよ。ああそれとお母さんがまたこういうことを言ってますよ。結婚しました、結婚して離婚しました、はい、お母さんがあなたも私と同じはい、うん、だからお母さんが言うんですよ、うん、まだ若いよ、うんうんうん、だからこれからでも十分変えれる、うんうんうん、だからついてきたみたいなんですよ、うん、今まで生きてきたあの人生、男と出会って結婚して歩んできた人生がお母さんとほぼ同じ、うん、だからこれをきっかけに変えよう、うん、助けてあげるから、うんうん、男の運はないですよそうですね、はい、見た目は派手そうですごく強そうに見えるんですけど弱いし、うんうんうん、彼氏いますか今、それとも一緒に住んでる人がいますか。いや、5年間付き合ってた方がいたんですけど、うん、もう先月にちょっとお別れして、うん、でもなかなかあのずっともう 何回も別れたいって私が言ってたんですけど、なかなか別れてない感じの人だったんですけど、まあ、今のところは連絡も来ず、うん、切れたかなって思ってるんですけど、その方と別れたいんですか。結構やっぱこの5年間しんどかったんで、まあ、まあ情があるからこのバサッてなった気持ちがなったわけじゃないけど、でもまあ離れた方がお互いのためにやっぱいいと思うし、私もその彼氏って家庭持ちじゃないですか。離婚して子供を一人、うん、子供を一人育てて、だから子供と二人住んでるって。あ、そうですね、はい、うん、じゃあ子供いないですか。私は息子一人いてます。でも一緒に住んでますか今。ちょっと近所で一人暮らし始めて、うん、でもちょくちょく帰ってきてますね、うんうん、だからそれを聞いた理由が、あんはだから簡単に言ったら家が2つ、だから子供の家、私の家、こういう別々が見えるんですよ。でも、はい、その相手は一つの家に一緒に住んでるっていうのが見える、うんうん、女王だけの関係だったら、うんうん、切った方がいいと思うんですよ。あ、うん、破れと服で人、うん、お仕事何なさってますか。美容関係。いや、事務職ですか。はい、ですね、うん、事務職、相性合いますか。いや、もう嫌です合わないですよね、はい、うん、じゃあ、本人がやりたいのは。僕は専門職が見えるんですよ。専門職、それと専門、まあそれをもうちょっと簡単に言ったら手に職、手を使う仕事、うん、それとキラキラするのが見えるんですよ、うん、そ、まあそれを簡単に言ったら、その、うん、ネイルですか。ネイルとか、そう、だから美容、あ、うん、とにかくエステ、うん、女の子相手のちょっとキラキラする、うん、そういうのは似合うんですよ。で、うん、本人はどうなんですか。私も昔、うん、それこそ先生おっしゃってたようにネイルが好きで、うん、資格とかも取りに行ったんですけど、うん、手荒れがひどくって、うん、でその薬剤で荒れるからちょっと諦めたんですけど、うんうんうん、本当はそういうのはやりたいってずっと思ってました。でもその今の仕事も、母のパートナーと、母が一緒にその賃貸の物件をいろいろ買って、それの管理を今そのパートナー
の人か、私にその事務関係を任されてずっとやってたんですけど、息子が、今年4月から独立、自分で起業したんで、でそれの、まあ、事務作業みたいなと、まあ、その2つは、まあ、いや私はやらなしゃあないなって感じで、2つの仕事をやってもちょっと時間が余るのが見えるんですよ。もうピチピチですか今ね。その新しいその会計ソフトを入れて、うん、私がもう全然さっぱり経理が分かれへんから、うん、それを今こう覚えていくのでちょっと時間がパンパンなんですけど、うん、まあ、それができるようになってきたらもうちょっと時間は空くかなと。ですよね、はい、だったらちょっと手を見せてください。はい、やっぱり手を使うべき。だからさっきあれか、うん、まあ確かにジムもいろいろあるんだけど、そのパソコン入力とか、うん、手使いますね。あ、うん、昔ですよね、ネイルやったのは。そうですね、どれぐらい前ですか。10年、20年、はい、10年ですよね。で最近はそういうの、まあ、趣味でも自分でやったことないですか。自分でやるぐらいですね。やるぐらいですか、はい、でも今は手荒れないですよね。今はそうですね、ちょっと落ち着いて。でその彼氏と付き合ってる時も、うん、私なんかストレスがあったら手とかに来るみたいで、もうブワーって荒れたんですよ、うんうん、でもう今はここ1年ぐらいは落ち着いてきたから、また自分でしようと思ってやりだしたんですけど、今感じるのが、確かに手が荒れるって言ってるんですけど、ちょっとどっちかというと、そのものによる手のあれじゃなくて、ちょっとこういう神経の方でなんかストレスが溜まったりとか、そのホルモンのバランスが悪くなったりすると手が荒れるっていう感じがするんですよ。簡単に言ったら、薬品はまあこれは治らない、でもこの神経の方は治ると思うんですよ。今後まあ気持ちを楽にして、でいいことを楽しくすれば、そういう風な仕事をしてほしいんですよ。それが多分活気が出る。今彼氏と付き合ってから多分性格が変わってるはずなんですよ。ああ、そうですね、うん、もっと明るい、もっと元気はつらつって感じだったのが、今落ち着いたというか、よく言えば落ち着いた、悪く言ったらやる気なし、結構なんていうかな、束縛がすごかった人なんで、だからそうですね、友達とはあんまり遊ばなくなったし、自由に行きましょう。はい、そうですね。だから、まあ確かに確かに、まあ僕も人間ですし、まあみんな老後のこと、年取った後のことを考えて、今誰かと仲良くして、で年取った時もその人とずっとそばにいてほしい、そういうちょっと願望、欲があるから、今この人が嫌でも自分を犠牲して、後々の自分のためにって思うところが多いと思うんですよ。でも実際に、まあ60でも70でも、彼氏作ればいいし、彼女作ればいいと思うんですよ、ここは。誰かがそばにいてほしいって思うんだったら、今のこの人をずっと続けていくならいく、その時新しく作ればいいって僕は考えてるんですよ。だから今の誰、今一緒にいる彼女彼氏に粗末にしろよっていう意味じゃなくて、自分を犠牲にするまでする必要はないと思うんですよ。だからどっちかというと、僕は個人個人本人のこと、自分のことを第一に思ってくださいっていう派なんですよ。だって人のために生まれたわけじゃない。自分のために、自分のためというか、自分が、まあ親が産んでくれたから生まれて、で生きていくのも自分のため、人のためじゃなくて、人に何かをやってやるためじゃないんですよ。自分が楽しくないと。そうですね、
だから僕の神様は基本がその本人のためなんですよ。だからのためはためには彼氏と別れる。それと彼氏できるから 今これは神様の言葉ですよ。それと、仕事もちょっと変えるべき。昔はもっと人気もあっていろんな人から声もかけられる人だった。でもさっき言ったでしょ、徐々に徐々に性格が変わって、で5年前から彼氏と付き合ってからはもっとくるっと変わった。昔の自分に戻りなさいって言ってるんですよ。子供もさっき息子ですよね、息子のことももう心配しなくていいし、しっかり者だから。ああ、そうですか。親の立場からしてみればまだ子供、まだ未熟に見えるかもしれないんですけど、息子の周りからしてみれば、ちょっと頼れる人だったり、ちょっとしっかりしてるっていうふうに思われる子なんですよ。ただが見るから、ちょっとだらしないとか、見えるかもしれないですけど。そうですだからね。子供は子供の、に任せるって感じでいいと思うんですよ。やっぱり世代が違うんじゃないですか。そうですね。じゃあ子供の生年月日を教えてください。2004年。大変苦労はしましたね。